も好きな肉は上司の豆福です。今日は烏丸丸太町に来ています。御所南と言われているエリアです。今回はお肉を食べに行きます。パチ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 。早速行きたいところですが、せっかくなので京都市民の憩いの場でもある御所に寄ってみたいと思います。散歩とかジョギングをしている人をよく見かけます。京都の人は御所、御所って言っていますが、この敷地は正式には京都御苑って言うんですよ。京都御所はこのエリアだけなんですって。知らんかったわ。ここまで来たら本物の御所まで行きたいと思います。めっちゃ遠い。あとどんだけかかんねん。めっちゃめっちゃ広い。広すぎるわ。ようやく到着。汗だくや。こちらが京都御所で一番格式が高い建礼門。今では天皇陛下や海外のお偉いさんが来た時だけ使われるんだそうです。この辺りを歩いてて気づいたんですけど、マンホールに宮のマークを発見。宮内庁の宮なんやろな。御所散歩してお腹も減ったので、そろそろお肉に行きます。地下鉄丸太町駅の5番出入り口から竹屋町通りを東に向かいます。こちらがミートショップ丸竹さん。どう見ても精肉店にしか見えませんが、本当に食べられるのか心配。最悪買って帰ろうと思いつつ、緊張する。お買い物ですか。食事で。はい、どうぞ。やったー、食べれるー。店内にはデカデカとランチメニューが書かれていました。キッチンの隣にイートインスペース。さらに奥には立派なカウンター席もあります。メニューを見ていきます。ステーキセット、3種類のステーキが食べられるやつとか、サーロインもある。次は丼メニュー。村田スペシャル？ステーキダブル？ローストビーフ？豚もある。
唐揚げとか揚げ物もあるんや。嬉しい。あとはドリンク。うんうん。気になったのが村田スペシャル丼。店長は確か西川さんだったと思うけど、しかもなんで名字なん？魔法のレストランという番組の中で菊乃井の、村田さんが来はって、で、まあ、テレビの中でちょっと作ろうかいうことになって、そうやったらステーキとローストビーフを半々にして食べる方が美味しいやろういうことになって、それで出来上がったのがスペシャルのなんですけども、目つけてこうかって言われということで、本日食べるのは村田スペシャル丼に決定。はい、こちらが村田スペシャル丼。程よく焼かれたステーキとサシの入ったローストビーフが合体。ほんまに夢のコラボやわ。どこから食べるか迷ってまうわ。それではいただきます。まずはステーキ。ランプ肉らしいです。程よい焼き加減、ミディアムかな。わさびをつけて、うまーい。次はローストビーフ。口の中でとろけるわ。こんなん初めてや。次はご飯と一緒に。最高。お店の人がステーキにレモンって言ってはったからやってみるわ。レモンの酸味が油と調和してさっぱり食べれる。ご飯ご飯。一気にかき込みます。ごちそうさまでした。揚げ物も頼んでみました。そして気になる中身は、中身は、中身切るの下手くそ。中身より下手なんが気になるわ。しかもちょっと見えてもうてるわ。こちらミルフィーユビフカツです。気になったので頼んでみました。サクサクで肉肉しい。肉の極み。おいしい。おいしい。ステーキ丼の後でもペロッと食べられました。ごちそうさまでした。ところでここ丸竹さん、どうして精肉店なのに食堂まで始めたんでしょうか。肉を食べられるスペースが欲しかったんだよ。そしたら、まあ、美味しいのもね、分かってくれるし、肉の美味しさを知ってもらうため、店で食べてもらいたかったという西川店長。だからたまに、まあ、
これ焼いて、ここまで帰ると思うんじゃない、これっていうのが、先生とか言うて肉をよく知る店長に焼いてもらって、家で食べる人もいるんだとか。ということで、今回は丸竹の村田スペシャル丼でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。